アマンダ・アニシモバはアメリカの女子プロテニス選手。2019年全仏オープン女子シングルスでベスト4に入った選手である。これまでに WTA ツアーでシングルス1勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス21位。身長 180cm。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。両親はロシア出身。3歳からテニスを始める。 四大大会では2017年全仏オープンで主催者推薦選手として初出場した。一回戦で奈良くるみに6から3、5から7、4から6で敗れた。2018年9月のジャパン女子オープンテニスでは予選から勝ち上がり、決勝に進出した。決勝で、車宿前前に26、26で敗れ準優勝となった。2019年全豪オープンでは1回戦で、 モニカ・ニクレスク、2回戦で、第24シードのレシアツレンコ、3回戦で11、シードのアリーナ・サバレンカを破り4回戦に進出した。4回戦では、第8シードのペトラ・クビトバニニ六6、16で破れた。4月のボゴタ大会の決勝で、アストラ・シャルマを46、64、61で破り WTA ツアー初優勝を果たした。年全仏オープンでは、 ノーシードから快進撃を見せ、ベスト8に進出した。準々決勝では、第3シードの前年優勝者、シモナ・ハレプを6から2、6から4で破り、ベスト4に進出した。準決勝では優勝したアシュリー・バーティに7から6、3から6、3から6で破れ、決勝進出はならなかった。2019年全米オープンは、直前にコーチであった父の休止により欠場した。 2019年10月21日付ランキングで自己最高の26位を記録している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス。 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。